山岡屋、蝶の子、鬼煮干し。俺は茨城に住む田舎、今日はみんな大好き、山岡屋の期間限定、鬼煮干しラーメンを紹介していくかんの。こちら、鬼煮干しラーメン910円、ハンライスも頼みました。見てください、このドロッとしたこの鬼煮干し豚骨スープ。ネギと玉ねぎもたっぷり。いくらなんでも濃厚すぎやろ。そしてこちらは辛味噌つけ麺960円。中太麺にこの濃ゆい辛味噌スープ。この山岡屋の味噌つけ麺もかなりおすすめ。でも今回の期間限定、鬼煮干し見てください。このドロドロ具合この濃厚煮干し豚骨スープたまんねんだよな。ライスにスープをもこみち。これが本当の煮干し飯。やっぱめんどくせえからライスを全部もこみち。そしてつけ麺についてきた割りスープをすする。一味とブラックペッパーとニンニクをもこみち。これがうんめんだよ。よくわかんねえけど、海苔とこちらの豆板醤っぽいのをもこみち。揚げに嫁ちゃんの辛味噌スープを足したら最高なリゾットの出来上がり。飲み干す一杯、山岡屋鬼煮干しラーメン、行ってみっぺっ。